1分面接対策、履歴書入れる封筒を忘れた時。はっ、履歴書を入れる封筒を忘れた。直で渡したら失礼だよな。封筒ねえかな。これでいける。では履歴書をお預かりします。よろしくお願いいたします。履歴書を入れる封筒を忘れて小さい封筒に入れてしまった。二つ折りした履歴書は大きい封筒に入れて持ち運びます。履歴書を渡すタイミングは面接官から求められた時。封筒からファイルごと取り出し封筒の上に重ね、履歴書です、よろしくお願いしますなど一言添え、一礼し両手で渡します。その際面接官から文字が読める向きで渡すよう心がけてください。万が一封筒に入れてくるのを忘れてしまった場合はそのまま面接官に渡してください。ずいぶん折りましたね。100回折ると月まで行けるって。